ジリアン・フレッチャーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ケンタッキー州アシュランド出身。高校時代はチアリーディングや体操競技などを行っており、卒業後にデーブ・フィンレイの下でトレーニングを重ね1998年にインディー団体でプロレスデビューする。2004年に WWE とディベロップメント契約を交わし入団。 参加団体のオビューで活動を開始。2005年7月、スマックダウンに MNM のフィクサーというギミックで登場する。左方には大きな出来物があり、ある意味衝撃的なデビューを果たす。9月からは JBL のマネージャー役として活動する。2009年2006年からは JBL がブギーマンと構想を開始し、 その構想中にブギーマンに出来物を食いちぎられてしまう。2月頃からは、クリスタルとの短い構想をする。その後、JBL と構想していたクリス・ベノア等の USO 座線に乱入し、JBL を誤爆してしまう。それが原因となり、JBL から解雇を言い渡される。その翌週解雇されたことを、メリーナにバカにされ構想を開始し、ベビーターンする。 その後 RAW から移籍してきたアシュリーと、クミミシェル・マクールクリスタルと構想する。2007年になるとアシュリーが、プレイボーイの表紙を飾ったことに嫉妬し、ヒールターンし、アシュリーと構想を開始する。この構想中からオンチだが自分ではそれを、自覚しておらずやたらと歌声を披露したがるキャラとなる。その後6月のドラフトで RAW へ移籍する。 RAW 移籍後も、自覚のないオンチキャラとして活動し、試合の合間に現れては歌声を披露している。また12月の RAW15 周年、記念特番では相変わらずの歌声を披露している。ところにトリッシュ・トリタが現れて、リングから叩き出される。RAW に移籍してからは特に構想相手も、おらず試合では、ジョバーとしての役回りが多い。 2009年6月、RAW で、ゲストホスト制度が始まると、試合にあまり出ずに、バックステージでの芝居での登場が多かったが10月12日の RAW で、ミッキー・ジェームスとのデーバズ王座戦に勝利し、王座を勝ち取る。しかしその直後、ゲストホストにデーバトレードで RAW に、移籍してきたメリーナとの王座戦を組まれる。 そして試合開始早々メリーナに破れ王座を失う。2010年11月、WWE のテレビから離れて若手指導者になることを決断。11月19日に WWE から退団した WWE プロフィール。ありがとうございます。